人気も世界的で、コメント欄は10カ国語と、海外からの反応もあるそうですけど、まあ、人気の秘密は、なんといっても、親しみやすいのに花があるということ。それから、それから関西ならではのトークも上手。そうやろ。ちょっとハードルが上がりますけど。そうやろ。貴重ですよね。徹子さん、私も前から注目はしていたんですけど、去年あの徹子の部屋を取材してくださいましたのは西原さん。西原です。うん。あの施設をありがとうございます。ご無沙汰しております。あれ？だとか、うん、普通に釣りが好きだったんで。どうしたマサボ君？とはいい。今日は何はない。仕事中に木下君
しょ。はい、その時に出たかな。出た。ちょっと手を落とすよ。目に入りにくいところまで手を落とす。なるほど。せっかくだから今日チャンスがあったらやってみたら。え、今日ですか。チャンスがあったら。なんかね、かわいく見えてるんですね。偉いなって思う。そして後輩ちゃんに強引にあざとところを実行させるんですけど。その下さんはちょっと遠くにして、後輩ちゃんにペンを落としたことに気づかず変を出て一緒に来ますよ。ただ南さんがすごいのはそこからなんですよね。なんで気づいてくれないんだろう。なんか陽子ちゃんがかわいそうだから。私ちょっと言ってくるね。TVer で無料配信。過去の話題の回は TVer で。
女性の得点は、わっと18点です。いや、いいこと言ったぜ今。さあ、そして審査員の得点がこちら。あ、こちらの高い。8点、8点、6点。総得点は40点です。審査員の高いね。さあ、続いてまいります。北山さんの VTR です。ねえ。どうしてさ、私のこと好きなの？お、理由聞いてる？うん。理由なんてないよ。うん？もうね、なんかもうマイコーというね、うん、もう存在が好きなの。存在？存在。なんかもう存在がもうなんて好きってもう愛おしいわけ。あ、もう笑ったでしょ？愛おしいわ。愛しいもんだって息吸ってるし今、もう愛しいもんだってもうそんなに。そうじゃなくて、真面目に聞いてんの。いや真面目よ、おそみんさ。聞いてくれてるってことはちょっと心配になっちゃったでしょ。そんな心配なんかしなくていいよ。存在そのものがもう愛しいんだから。いや、理由なんかじゃない。マイコの存在そのものが愛しいんだ。女性の特点は0点、10点、総合得点は29点です。いや、いい、いいんだ、いいんだ、いいね。続いていきましょう。続いては北山さんの VTR です。あのね、うん、私のいいところとダメなとこ言って。いいとことダメなとこ、うん、困ったなぁ。ちょっとマイコのこと好きだからなぁ、ダメなとこ見当たんないんだよなぁ。そっか、うん、じゃあちょっと心を鬼にしてみるね。うん。料理教室通ってるさ、うん、途中やめたでしょ。うん。私あの向かないとか言って、うん、そういうとこなんか途中で投げ出すのよくないかな。いや、めっちゃ具体的。投げ出したらいいよ。ただね、そこに通おうとしたその気持ち、うん、そのチャレンジしようとする気持ち、うん、そこが俺いいとこだと思うわけよ、うん、だからいろんなものを挑戦していいとこをね増やしてったら、うん、もっとすごいマイクになるでしょ、うん、うん、だからいっぱい挑戦していこう。
したらパーフェクトなんだけど、うん、ヘラヘラしてるよねって四十ね。それが宮田の持ち味なんですよ。ヘラヘラいいねって言われる日が来るって信じてる。続いては北山さんの VTR です。そういえばさ、うん、この前告白されちゃったんだよね。え、じゃあその人に今から電話できる？うん。おう、あ、でも強気。あ、もしもし。え、急にすみません、舞子さんと付き合いさせてもらっている北山ですけど、告白されたと聞きまして、はい、僕真剣に交際してるんで二度と連絡してこないでもらっていいですか？でも待ってないけどな、はい、急にすみませんでした。はい、失礼します。舞子、この人本当に舞子のこと好きじゃないよ。なんで？ちょっとすぐ引き下がったもん。うん、俺だったら絶対引き下がるよね。俺の方が好きだから。本物じゃないね。よし、消しちゃおう、舞子。いい、消して。うん、消していいよ。消すよ。いいよ。これマジやばいね。はい、消した。はい、消した。うん。うん、ありがとう。いいよ。すっぽんこ、挑戦したのは北山さん、藤ヶ谷さん、千賀さん、横尾さん、二階堂さんの5人です。では参りましょう。まずは北山さんの VTR からです。よっしゃね。あのさ、うん、ごめん、ちょ、別々だね。え、ごめん、本当別々。分かった、別々ね。あの、粘ってほしい。うわ、そっそ出てった。別々って言ったから。そこで寝るの。これならいいでしょ。かわいい、かわいい、かわいい。じゃあ寝よう、おやすみ。かわいい、かわいい、かわいい。お願いいたします。いい塩梅だと思うけどな。さあ、1人10点持っています。30点満点ということになります。一般女性70人の得点と合わせて100点満点で争っていきます。一般女性の得点は、そして審査員の得点がこちら、49点。続いては藤ヶ谷さんの V。
急になんかどうしたんだろうって思ってしまって、なんか全然頭に入ってこなかったで正直。はい、はい、続いてのランキングへ行く前に、メンバーが週替わりで MC を担当するキセブサトーク。今週は宮田トシ。今週のテーマは睡眠ということでですね、人は寝ているときにこそ本性が現れると、皆さん知ってますか？寝ているときは分かんないな、意識ないじゃん、意識ない、無意識だからこそそれが現れるらしいんですよ、心理テストに挑戦していただきます。パートナーと一緒に寝るとき、どんな体勢で寝たいですか？直感で選んでください。これで何が分かるのかというと、その人の恋愛タイプが分かる。本当？ではまずA の後ろから抱きついて寝るを選んだ方。俺選んだのか。はい、タマさん、この後ろから抱きついて寝るを選んだ方はかまってちゃんタイプです。後ろから抱きつくのは満たされていないというアピール、自分を満たしてほしい、かまってほしいと思っている、甘えん坊によく見られるんです。どう当たってる？いや、どうだろう、どう、ま、見て逆に。いや、もうドンピシャで当たってるんですよ。ママちゃんドンピシャでしょ。何かに触れてたいとかっていつも落ち着きません？なんか挟んだりとか。うーん、挟まれたいけど違う。そっちもありますよね。で、続きまして C のお互い向き合って寝るを選んだ方、挙手。おい C、 はい、北山さん、お互い向き合って寝るを選んだ方は浮気症タイプです。向き合っているのはお互いに信頼していないという証拠。隠し事や後ろめたい気持ちがあるから、相手の方を向くし、相手も疑りや不安があるから、あなたの方を見て、あ、でもずっと見てないと心配。そういうことなんだよね。でもしそう、確かに浮気。浮気そう。本当、どこら辺の毛先が遊んでるから。確かに。ちょっと続きまして D のお互い背中を向き合って寝るを選んだ方、挙手お願いします。これ、うん、顔は嫌なの、宮っていうのはなんか私、若干ほらちょっと変な顔してるじゃない？そんなことないよ。宮っちゃんそんなことないって言ったんですけど、でもすっげえ小さい。3デシベルの音量だった。そもそもちっちゃいの。お互い背中を向き合って寝るを選んだ方は自立タイプです。お互いに信頼している証、それぞれに自分の世界、自分のペースを保つ、いい関係性を築けるタイプです。続いて E の相手に足を絡ませて寝るを選んだ方。はいはい、モモちゃん何がいいんですかこれ。だって 0.01 ミリの距離も縮まってたいもん。おー、なるほど、なんか歌詞にありそうだな。なるほど。相手に足を絡ませて寝るを選んだ方は肉食タイプです。足を絡ませるのは相手を求めている仕草、精神的にも肉体的にも情熱的に相手を求めていくと。じゃあ続いて F の手をつないで寝るを選んだ方、挙手お願いします。おめっちゃ多い。3人、藤谷さん、千賀さん、久保さん、あ、上枕ともそうですけど、きっとされてる方も痺れて抜くとなったら起こしちゃうだろうとか、うん、でもやっぱりちょっと触れてたいっていうのだと、やっぱ手をつないで寝る。なるほど。この手をつないで寝るを選んだ方はタイプです。なんで手をつないで寝るを選んだ人の恋愛タイプは、この手をつないで寝るを選んだ方は嫉妬タイプです。手をつない L を選んだ人の恋愛タイプは、この手をつないで寝るを選んだ方は嫉妬タイプです。手をつなぐのは相手を逃さないという気持ちの表れ。相手に執着する、嫉妬しやすい。横さん嫉妬タイプ。嫉妬するする。嫉妬する。する。しなそうな言い方。するするんだ。するする。なんだろう。G のお互いが違う位置で寝るを選んだ方、挙手お願いします。あ、高橋。こちら
が違う位置で寝るを選んだ方は支配タイプ。確かに、さっきの見て枕の位置が上下関係とイコール、相手より上に寝るなら支配欲の強いド S タイプ、相手より下に寝るなら支配されたいド M タイプでですね、最後にですね、B の後ろから抱きついて寝てもらうタイプですね。これ実は僕です。抱きつかれたい僕は小悪魔タイプです。相手に守ってあげたいと思われている、目を離すとどこかに行ってしまいそうな危なっかしさを抱かせる、相手の気持ちをコントロールできる恋愛上級者が僕です。